れって魔獣？うん、見たことのない種類だが。飛び猫だな。気を引き締めていこう。チャンスだ、畳みかけるぞ。俺の番だな。俺の番だ。そこだ。うん。えい。はい。任せてくれ。さてと。なんとか勝てたね。うん、今みたいなのが何匹もうろついてるのかな。気配を感じる。間違いなさそうだ。とにかく焦らず先に進もう。宝箱があるな。チャンスだね。みんなで行こう。行くぞ。はあ、俺の番だ。うん。
や、行くぞ。時が惜しい。行くとしよう。本当に地下道って感じだよね。俺の番だ。方向感覚がなくなってきたかも。まあ気をつけて進まないとな。そこだ。行くぞ。終了。先に進もう。はあ、エリオット大丈夫か？怪我はなさそうだが。うん、緊張しっぱなしで気が抜けちゃったみたいで。二人ともすごいな。全然平気みたいだし。まあ慣れの違いだろう。どうする？手を貸そうか？ううん、大丈夫。ちょっとよろけただけだから。よいしょっと。おい、エリオット。え、しまった。よかった、間に合ったみたいだな。あ、確かマキアスと言ったか。ああ。そのさっきは身勝手な行動をしたと思ってね。いくら相手が傲慢な貴族とはいえ、冷静さを失うべきじゃなかった。すまない、謝らせてほしい。いや、気にすることはないさ。うんうん、あんな状況だったしね。危ないところを助けてくれてありがとう。いや、引き返したところに偶然行き合わせてよかった。君たちは3人だけみたいだな。ああ、他のメンバーはもっと先行していると思う。最初の場所に戻ったとしても誰もいないだろう。そうか。そのもしよかったら僕も同行して構わないか？見ての通り銃が使えるからそれなりに役に立つはずだ。ああ、喜んで。
リーン・シュバルツァーだ。エリオット・クレイグだよ。よろしくね。ガイウス・ウォーゼル、よろしく頼む。マキアス・レーグニッツだ。改めてよろしく。そういえば身分を聞いても構わないか？その含むところがあるわけじゃないんだが、相手が貴族かどうかは念のため知っておきたくてね。うちは平民出身だけど。同じく。そもそも故郷に身分の違いは存在しないからな。なるほど。留学生なのか。それで君の方は？ああ、少なくとも高貴な血は流れていない。そういう意味ではみんなと同じと言えるかな。そうか、安心したよ。見たところ女子もいないし、先を急いだ方が良さそうだ。万が一危険に陥っていたら僕たちがフォローしないとな。ああ、そうだな。では出発するか。どうして学院の敷地にこんな場所があるんだ？そうだよね、落とし穴まで用意してるし。チャンスだね、みんなで行こう。行くぞ。どうしよう。よし、やったぞ。うん、つかめた。やったか。チャンスだね、みんなで行こう。行くぞ。それ。行くぞ。僕の番だな。僕の番だね。えい。なんとか勝てたね。風組は取った。行くぞ。行くぞ。そこだ。僕の番だね。ああ、
僕の番だね。えい、はあ、なんとか勝てたね。風の赴くままに。そなたたちは。あ、よかった、無事だったんだね。皆さんも。ご無事で何よりです。うむ、そちらの彼も少しは頭が冷えたようだな。おかげさまでね。遅ればせながら名乗らせてもらおう。ラウラ・エス・アルゼイド、レグラムの出身だ。以後よろしく頼む。レグラム、帝国の南東の外れにある場所だったっけ。うん、湖のほとりにある古めかしい町だ。列車も一応通っているが、辺境といっても過言ではないな。アルゼイド、そうか、思い出したぞ。確かレグラムを治めている子爵家の名前じゃなかったか。ああ、私の父がその子爵家の当主だが、何か問題でもあるのか。いや、うん、マキアスとやら、そなたの考え方はともかく、これまで女神に恥じるような生き方をしてきたつもりはないぞ。私も、多分私の父もな。いや、すまない、大義があるわけじゃないんだ。そちらの君は。私も辺境出身で、奨学金頼りで入学しました。よろしくお願いしますね。奨学金、そういえば教官が首席入学者と言ってたな。まさか首席が女の子だったとは。うん、ずいぶん優秀なんだな。そのたまたまですよ。必修の武術にも縁がなくて、こんなものを勧められたんですけど。魔道場、君もそうなんだ。でも僕の持っているのと形が違うみたいだけど。そうですね、どういうことなんでしょう。ん、どうした。そなたも自己紹介くらいした方がいいのではないか。そうね。アリサ・アール、ルーレ市からやってきたわ。よろしくしたくない人もいるけど、まあそれ以外はよろしく。アリサさん、
ルーレってあのルーレだよね。大陸最大の重工業メーカーラインフォルトの本社がある町か。ええ、まあそうね。そういえばあのトランクの中身はその弓だったんだな。面白い作りをしているけど動力式なのか。その通りだけど、あなたと何の関係が。そういえばこれからどうしようか。せっかく合流したんだし、このまま一緒に行動する。そうだな。そちらは女子だけだし、安全のためにも。いや、心配は無用だ。それは剣には少々自信がある。残りの二人を見つけるためにも二手に分かれた方がいいだろう。そうですね。あの銀髪の女の子もまだ見つかっていませんし。そういうことなら別行動で構わないだろう。お互い出口を目指しつつ残りの二人も探していく。それで構わないか。うん、依存はないぞ。アリサ、エマ、それでは行くとしようか。そうね。また後で。それでは失礼します。そのご愁傷様だったね。不可抗力だったというのはこの際関係ないんだろうな。まあそれはともかく、やっぱり女子だけなのは心配だな。誰か一人くらいは向こうについて行った方がいいかもしれない。しかしあのラウラという娘、見たところ尋常じゃない腕を持っていそうだったが。まあとんでもない剣を持っていたのは確かだが、それでも女子の力だろ。身長は僕より高かったけど、あんな剣まともに触れるのかな。いや多分余裕だろう。レグラムのアルゼイド流、帝国に伝わる騎士剣術の総本山だ。彼女の父親アルゼイド子爵は武の世界では光の剣匠と呼ばれ、帝国最高の剣士として知られている。おそらく新入生では最強。彼女に勝てる人間はいないはずだ。そうなのか。うん、そんな流派が帝国には存在しているのか。へえ、詳しいんだねリン。まあ一応剣の道に関わっている端くれだからな。そろそろ俺たちも行こう。アルバレア家の子息もそうだが、あの銀髪の子も心配だ。そうだな。あの傲慢な奴は別にどうなっても構わないが。まあまあ。分かれ道か。どちらに行ったものかな。風を感じる。出口は東側のようだ。チャンスだね。みんなで行こう。おっ、こんなところで立ち止まっていられない。よし、掴んだ。やったね。まだまだこれからだ。よし、100点満点。チャンスだね。
みんなで行こう。行くぞ。なんとか勝てたね。と言ってもその様子じゃ心配することもなかったかな。うん、必要ない。私小柄だし結構すばしっこいから。ピークラウゼル、ピーでいいよ。もう半分は超えてるからその調子でいけばいい。それじゃ。ちょっと待った。一人で大丈夫なの？別に慣れてるから。先に行くね。あ、すごい。大した身のこなしだな。確かにあの様子なら心配の必要はなさそうだ。ああ、俺たちも先に行こう。風の赴くままに。どうやら助太刀の必要はなさそうだな。あれも帝国の剣術なのか？ああ、貴族に伝わる伝統的な宮廷剣術。それもかなりの腕前だろう。それで何のようだ？いや、お見事。リーン・シュバルツァー、さっきは名乗る暇もなかったから自己紹介をしておくよ。どうも、エリオット・クレイグです。ガイウス・ウォーゼルだ。よろしく頼む。ユーシス・アルバレア、一応改めて名乗っておこう。それにしてもなかなか殊勝な心構えだな。何がだ？あれだけの単価を切ったくせに連れ立ってくるとは。大方すぐに頭を冷やして
首相にも詫びを入れたのだろう。いやはや貴族風情にはとても真似できない素直さだ。何様のつもりだ、その傲岸不遜な態度。君たち貴族はみんな同じじゃないか。特にアルバレア公爵家といえば帝国で一二を争う大貴族。さぞ僕たち平民のことを見下しながら生きてるんだろう。そんなことをお前に言われる筋合いはないな。レーグニッツ帝都知事の息子、マキアス・レーグニッツ。帝都知事？ああ、そういえばレーグニッツって。帝都ヘイムダルを管理する初の平民出身の行政長官、それがお前の父親カール・レーグニッツ知事だ。ただの平民というには少しばかり大物すぎるようだな。だったらどうした。父さんが帝都知事だろうと、うちが平民なのは変わりない。君たちのような特権階級と一緒にしないでもらおうか。別に一緒にはしていない。だがレーグニッツ知事といえばかの鉄血宰相の盟友でもある。革新派の有力人物だ。そして宰相を率いる革新派と四大名門を筆頭とする貴族派はことあるごとに対立している。ならばお前のその露骨なまでの貴族嫌悪の言動、随分安っぽく分かりやすいと思ってな。このちょっと気持ちはわかるが、ちょっと落ち着いてくれ。そちらも少し言葉が過ぎるぞ。売られた喧嘩だ。もういい、分かったから話してくれ。すまない、少し頭を冷やしてくる。君たちは代わりにそいつと行くといい。今のは言い過ぎだ。親の話題を持ち出すなんてあまり品がいいとは思えないぞ。確かに口が過ぎたようだ。俺もまだまだ修行が足りんな。え？なんだその意外そうな表情は。いやだって公爵家の若様なんでしょ。なのにそんな首相なって、すみません、ごめんなさい。無用にかしこまるな。身分の区別はあるとはいえ士官学院生はあくまで対等、学院の規則にもあっただろうが。そうだけど、じゃなくてそうですけど。どうやら帝国では身分はかなり重要らしいな。ああ古い国だからな。ユース、君の方はどうするんだ。マキアスはああ言ってたけど、このまま俺たちと同行するか。本当は一人で行くつもりだったが、奴と同じ行動をするのも尺だ。同行させてもらうぞ。どうぞ歓迎させていただきます。やれやれ、ま、行くとするか。僕の番だね。俺の番だな。チャンスだね。みんなで行こう。いいだろう。行くぞ。そこだ。僕の番だね。任せてくれ。任せるがいい。僕の番だね。マイ。そこだ。俺
の番だ。そこだ。俺の番だ。貴族の義務果たさせてもらうぞ。辛いかも。そう。天地人火は我にある。チャンスだ。天地人火は我にある。よし掴んだ。うん掴めた。やったか。風の赴くまま。おお、宝箱か。さっきから同じ場所を歩き続けているようだな。ああ、一旦地図で位置を確認した方が良さそうだ。よし、さっさと終わらせるぞ。いいだろう。やっ。俺の番だ。チェイ！行くぞ。風の赴くままに。今のは言い過ぎだ。親の話題を持ち出すなんてあまり品がいいとは思えないぞ。あ確かに口が過ぎたようだ。ま、せいぜい協力してこの場を切り抜けるんだな。俺は俺で勝手にやらせてもらう。いろいろと難しい問題があるみたいだな。ああ、帝国ならではの問題とも言えるかもしれない。そろそろ落ち着いたみたいだな。ああ、取り乱して進まない。危うく露骨な挑発に乗ってしまうところだった。そうだよ、マキアス沸点低すぎ。それにしても帝都知事の息子さんだったんだね。ああ、
別に隠すつもりじゃなかったが、言っておくが、うちが正真正銘平民なのは間違いないからな。父の給料も大したことはないし、特権階級からは程遠い存在だ。分かってるよ。レーグニッツ知事といえば清廉潔白で有名だもんね。そうなのか。名前くらいしか知らなかったが。父の話はもういいだろう。そろそろ先に進もう。時間を無駄にしてしまった。ああ、行くとするか。